こんちゃす。前回の動画で、ラビスタのバグの修正のアップデートはいつ実施されるか問い合わせしたことをお伝えしましたが、返信メールが届きましたので、その内容についてお話ししたいと思います。前回の動画でもお伝えしましたが、ゲームの開発会社は株式会社ランド4ですが、お問い合わせ先が任天堂でしたので、任天堂のサポートに問い合わせをしました。スクショするのを忘れていたのですが、私が送った問い合わせ内容は、ダービースタリオンにおいて、繁殖牝馬が手に入らなくなるなどの不具合が発生していることはご存知かと思いますが、その修正のアップデートはいつ実施されるのでしょうかというものです。その問い合わせに対しての返信内容ですが、任天堂からは、本不具合については、対応時期は未定でございますが、今後の更新データにて修正が予定されております。とのことでした。問い合わせしてから、約19時間後には、返信いただける素早い対応は、さすが任天堂といったところです。問題は、開発会社のランド4ですね。そんな簡単に修正はできないのかもしれませんが、せめてアップデートを実施するおよその時期くらいは、アナウンスをしてほしいものです。ちなみに、攻略本では、一度購入した繁殖牝馬は、死後3年以上経たないと再出現しないようなので、注意しようと記載されてますが、3年どころか、永遠に出てこないのですから、注意どころの話ではありませんね。しかしこの不具合、本当に困ったもので、仮に、ほとんどの繁殖牝馬が死亡してしまった場合、2歳馬競りで競り落としたお馬さんがメインになってしまい、ラビスタの醍醐味でもある配合が、影を潜める形になってしまう恐れがありますね。ドヤ顔で、ダービースタリオンを生まれ変わらせることができたと思ってますと語っておられますが、むしろ、ぶっ殺してしまったのではないでしょうか。全然関係ないんですが、インタビュー記事に使われる写真って、なぜ若干卑猥な手つきの写真使うんでしょうね。右の殿方なんか、エアおっぱい揉んでますよ。冗談はさておき、不具合については、本当に早々に対応していただきたいものです。対応時期が未定ということですが、とりあえず1ヶ月くらいは待ってみて、それでも、アップデートのアナウンスすらない場合は、改めて、問い合わせをしたいと思います。短い動画で恐縮ですが、今回はここまでです。それじゃあ、またね。